このシェアフラットババッカはなんですけれども、はい、結構話題になっていますね。はい、とりあえずシェアハウスが街中にできたんだということは結構、認知されてきてるんじゃないかなと思いますが、はい、これについてぜひおはさん、はい、紹介をお願いします。はい、このシェアフラットババカは、昨年、10月に工事を始めまして、今年になって1月末に、竣工いたしました。もともとは雑居ビルでございまして、場所はどこかというと中央通りのアーケードとそれとババカ通りの交差点のところですね、の角にある3階建てのビルでございます。もともとは1階に新川ミシンショップが入っていたり2階に、喫茶店があったり3階はまた、雀荘があったりでいろいろお店が入ったビルだったんですけれども、ここしばらくといいますか15年ぐらい、何も使われていないビルでした。東京にお住まいの方がオーナーでして、そのオーナーさんのご理解を得て、我々といいますか、前橋町中居住有限責任事業組合、LLP を作りまして、その LLP のもとに、市民の方また前橋の経済界の方にご出資をいただいて、なんとか事業が成り立って今に至っているということです。で1階につきましては2カ所お店になっていまして、中央通り側のところに、ジュエリーショップ宝石屋さんが入っています。はい、そして、東側といいますかこの元気21に近い方はまちづくり系の会社が入っておりまして、このラジオでも関わりができているのかなというふうに思います。そうですね。毎週金曜日に新しい番組始まってます。はい。そして、2階3階がシェアハウスになっておりまして、2階が、4部屋、それから3階が7部屋で合計11部屋、区画がありますけれども、現在は10人契約ができておりまして、今9名、住んでおりますけれどももう1名、連休中に、入居予定ということでもう間もなく10人ともう間もなく満室という状況でございます。今日はそうした、第1期生といいますか、ご縁がありましてこのシェアフラットババカ初めてご入居いただいた、男女の皆さんに来ていただいてますので、入ってみての感想とか期待とかいろいろお話を、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。いいですね。じゃあ最初に出ていただきました河合さん、木村さん、中根さん、それから酒井さん、田口さんですよね。そうです。はい、この5人をまずはね、いろいろと深掘っていければと思うんですけど、はい、深掘ってた。はい、先ほど俊光さんも自己紹介をね、しているときに非常に嬉しそうだったんですけど、やっぱり若い人が入ってくると嬉しいですか？いや、すごく勝手に期待をしているところがありまして、僕も、40年生まれて、ここに住んでるわけですけれども、3、4年町に関わらせていただいて、もう毎年毎年学生の人とか、ゼミの人とか来て、イベントで来る、ね、で、研究、フィールドワークで研究して提案するんですけれども、そんな提案よりも、実際に住んでもらって、その人が、どういうふうに生活して、どこを場所にして、どういう店に行くのかっていうのを、ただそれを見せる、証言してくれるっていうことの方がよっぽど、説得力があると思うんですよね。だからもう自由に街を歩いてもらって、できればそれを、今こういう場所とか、いろんな場所、今だったらインターネットもありますけれども、そういうところで証言してもらいたいなって。確かに、さすが広報員。街、はい、に若い人がいるってことはすごくいいことですよね。はい、そうですね。はい。じゃあそんなことで彼女たち、ぜひぜひ、彼たちの話を進める。はい